こんばんは。8月になりました。8月もよろしくお願いします。こんばんは。8月早いですね。よろしくお願いします。夏だ。やっほー。今日はね、広島国際平和芸術文化祭が ありまして、ちょっとタイトルが長くてなかなかちゃんと言えるか心配なんだけど、がありまして、広島交響楽団ひろきょうさんの生演奏で歌ってきたんですよ、一曲。そう、オープニングセレモニーがあって、カンペ見た。カンペは見てないけど、私の脳内の記憶で 脳内のカンペを読みました。花は誰のものをね、歌わせていただきました。明日、TSS さんとか、ホームテレビさんとか、NHK さんで多分ニュースで広島は流れると思うんですけど、めっちゃ緊張しました。オーケストラの生演奏。いやー、ぜひ聴いていただきたかったね。って感じでね、今日はそういう平和についてね、学んできました。そんな一日でございます。8月の始まりはいい始まりでした。壮大でした。めっちゃ楽しかったです。明日は歌コンの生放送に出演させていただきます。よろしくお願いします。今日ね、メンバーが出たんだけど、私もいました。いました。楽しみです。歌コン終わった後はみほりんの「ザ世界仰天ニュース」も見てください。楽しみにしてます。ありがとう、うるぴー。そうなんですよ。ゴールデンタイムが STU タイムね、めっちゃ嬉しい。ありがたいぜ。楽しみに皆さん。 暑いのになぜ長袖を着ているんだってね。可愛いからです。可愛すぎて焦った。嘘、嬉しい。今日は外羽です。久しぶりに。え、ブス。今びっくりした。何じゃこの顔。びっくりした。可愛い、ありがとうございます。嬉しい。面白いね。びっくりした。私何じゃこの顔って思いました。タワー来てる。そう、なんか私今日何も壇上も、なんだろう、アバターもギフトも全然表示されないんですよ。なんか携帯バグってて、私壇上に今一人だけポッてアバターが一人だけ登ってる。私の独壇場になってる。壇上だけに行ってね。つまんな。怒涛のセルフツッコミ。いや、見せてあげたい。私しかいないんですよ。何が届いてるんだろう。ありがとうございます。タワーかな。
すごいエフェクトだったの見れてなかった。見たかった。何が起きたの？どんな感じだったんですか？見たかった。もう私がね、このひよこのアバターのねひよこのアバターのポッてアバターしかね1位のところに登ってないの。更新してみれば。更新いやバグってるわ。悲しい。想像しとこ、クマのパリピ。想像できなかった。とうとうさんだよ。ありがとうございます。更新してるんだけどな。めっちゃ見たかった。今度他のルームで投げられてる瞬間を目撃されたら、その感動を自分のものだと思って打ちひしがれたいと思います。ありがとうございます。なんか重いんですよね、携帯がめちゃくちゃ。なんでだろう。悲しい。ありがとう。ちょっと壇上書きたいと思います。見たかったな。ありがとう。マイキューがポコちゃん紹介して、そうポコちゃんさっきマイキューの家に預けてきた。これから遠征があるのでタクシーでマイキューの家に行ってきました。何タワーなんだろう。もう何も情報量が情報量がない。私のルームの情報量が少なすぎる。想像で書いとこう。とうとうさん、くまたわありがとうございました。今日のヒロフェスも来てくださってたみたいでありがとうございます。見たかったです。ごめんなさいね、反応が遅れてしまって。ありがとうございました。やばい、私の想像力にかかってる。違うのかなこんなんじゃないのかな。違った、すいません。悲しい。ダンシングクマ、どんな踊りをしていたんだい。割と雰囲気捉えてる。嘘、見てないのに結構似てて草。嘘やった。ポコ太郎の紹介してました。ポコ太郎さっきね、さっき10時半ぐらいかな、10時半ぐらいにマイキューの家に行って、もうポコ太郎がめっちゃびっくりしててね、私がタクシー車に乗せたりとかしてね、外に出したことがそんななかったから、もうあのグラスハーモニーのケージごと持ってって、餌はこのぐらいの量でって言って預けてきました。いや本当は明日もね帰ってくるんだけど、めっちゃ夜遅くになっちゃうから、し次の日もね、その明後日が朝早いから、今日預けてもらうことになりました。結構ね長期の遠征なんですよ。
ポコ捨てられちゃうのかと。冗談でもそういうこと言わないでください言わないでください。捨てません、やめてください。もう SAI の際だからね、これは。そうなんですよ、悲しいけどちょっとお別れでございます。いや、お礼しないとなと思って、中村家に。そうなんですよ、こんばんは。北さんいる、そう、北さんにタワーのお礼しなきゃ。もう私本当にね、壇上がさ自分しか映らないという謎のバグでね、もう何も見えなくて困ってる悲しい。でもコメントを信じて、ちょっと昨日ね、一昨日のタワーのお礼をしたんですけど、北さんにだけしてなかったので、ちょっとタワーのお礼をしたいと思います。そうなんですよ、一回切ってみたら。でももう42分だしな。あ、Thank you。じゃあちょっとお礼をさせてくださいませ。おとといの北さん、タワーありがとうございます。おとといですけど、ありがとう。マイキューが紹介配信中。ポコ太郎ね、ビビって全然出てくれなかったから、出てきてくれなかったんですよ、小屋の外に。もう車とかに初めてじゃないの、買った日以来何ヶ月ぶりに車に乗せたから、もう振動にびっくりしてて、すごいごめんねって言いながら持っていきました。でも部屋とかはもうめっちゃ、さっきね9時ぐらいに掃除したので、今めちゃくちゃ綺麗な状態だと思います。そうなんですよ、こんばんは。今私ギフト見えてないんで、ギフト投げたって人は自己申告してくださいね、申し訳ない。オキポ今めっちゃショールーム重いんですよ。ポコ太郎初めての外泊、そう、外泊。ペットホテルとかがねあればね。おとなしくしてるならよかった。面白いギフト飛んでる。何、めっちゃ気になる。てか8月だから変わってるのかなとか思うけど、めっちゃ見たいのにね、もうカクカク、そうカクカク、切ない。いいな、皆さん見れてるのか、ありがとうございます。でもサンキュー。皆さんにはカクカクしてないんですかね、これ私の環境だけなのか、こんなカクカクしてるの。超カクカク、ラブも見えんのか。何ラブって見えてない。スムーズ、私だけか。じゃあ私の環境がダメなのか、おまかんってやつですねそれは。マジか、カナピエン。ちょっとね、明日とかには治ってるといいな、さすがに悲しい第六感が問われる。そうよ、
重くて悲しい。ちちちちちアップデしてない。どうなんだろう、してないのかな、したのかな、わかんないや。ちょっと見てみます。確かにショールームって頻繁にアップデートあるんだよな。マイケルの配信覗いてきたらポコ太郎しか映ってなかった。ポコ太郎小屋の外に出てるんだね。小屋にこもってるのかと思った。どんな感じなんだろう他人が撮る自分家のペットってなんであんな可愛いんですかね。なんか自分が撮るよりも可愛く感じる気がする。前もねマネージャーさんの家にね預けたポコ太郎の写真めっちゃ可愛かったんだよね。ポコちゃん人見知り、人見知り、まあそんな人のことを人に懐くとかはないかもしれません。部屋の説明してる、部屋の説明してるってさ分かってる本当に絶対適当にやってるでしょ、知らないでしょ部屋とか分かるよ適当に言ってるな謎の毛について話してる。あのね謎の毛はあのファンの人からもらったポコ太郎向けのプレゼントで、なんだったかな、商品名が作るんですっていうの、作るんですの巣があの巣の巣作りの巣なんですよ。で本当はあの床材あるじゃないですか、白の床材とかで、まあ、小屋の中にねこういろいろと綿が好きなハムスターがいたりとか、まあ、あの茶色の木くずみたいなのが好きなハムスターとかいたりとかいろいろあるんですけど、そういう感じの小屋の中の巣をね作るための毛です。それをプレゼントでもらったので、あのちょくちょく置いてるんですけど、まあ、ポコ太郎はなんかあんま興味がないみたいで巣には持ち帰ってないですね。家の前ぐらいにいつも置いてますねっていうファンの方からもらったポコ太郎用のプレゼントですね使ってます。それですね、謎の毛の正体はそれでございます。毛っていうかなんだろう、毛ではないけどなんか糸みたいな感じでございますでも一回あのキノコの小屋を撤去して、その巣だけをボコンって大きい巣を置いてみたら、作るんです置いてみたら、なんか勝手に穴を広げて入り口とか出入り口とか作って、なんか本当にアリの巣みたいに使ってたから、めっちゃ深めのケージとかに入れてあのモリモリをいっぱい入れたら、なんかこうアリの巣みたいにこういろんな部屋を多分作るのかもしれない。ちょっとさすがにそんなにスペースがないからあんまりできてはないんだけど、本当はハムスターってなんか土の中にこう本当にアリの巣みたいな巣を作るらしいんですよ。トイレ用とか餌ため用みたいな、こうやってなんかそれをねなんか見れるみたいな毛なんだけど、あれはちょっとあんま本来の使い方はできてないかもって感じですかねなんで私が別ルームから説明してるんや。こんな感じでございます。かわいいでしょポコ太郎。ポコちゃんだよ、ポコちゃんだよ。メールありがとう、こちらこそありがとうございます。そういいでしょ、はあ、ちなみに私が今抱いてるのはちいかわです。ちいかわまたではない、ちいかわも抱いてます。なんかちょっと私のねなんか鎖骨がちょっとセクシーだったから、なんかちょっと恥ずかしくて隠してる。これはちいかわです。
ちいかわまた、ちいかわまたじゃないです。ちゃ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 んちゃんちゃん、ちいかわ、かわいいでしょ。コンプラ対策、そうです、コンプラ対策です。そう言われると気になる。いや、ちいかわの真似、いやいや、これちいかわの真似、アニメのちいかわ、いやいやってそうです。今日の服見せて、メールに載せたんですよ。明日もメールに載せようかな、今日の服じゃ。あ、8月なんで、ぜひぜひ月始めはよかったらおきちゃんのメールを取ってみてください。ハッシュタグユーマメールです。外羽かわいい、ありがとう、かわいいでしょ。今日は自己紹介やらなかった。え、思った、なんか自分見返しててなんか違和感あるなと思った。自己紹介なかった、普通に忘れてた。なんかいつも月始めにね、なんか普通になんか沖ゆかですみたいな自己紹介してたんですけど、今日普通になんか今日はお仕事だよって言って書いてて、あ、なんだっけって思って、なんか忘れてるような気するんだよなって思いながら一日過ごしてたら、月始めの自己紹介忘れてました。明日してもあれかな、どうだろう。明日したらちょっとんってなるかな。そう、なんかちょっとね、今日は朝からね、そのオーケストラのリハーサルをしててね、すごい緊張してたんですよ。はーって、すごいね、なんかアレンジが効いてて入りがすごい難しくて、もう何回聞いてもね入れなくて、誰か合図してくれないかなとか思いながらずっと聞きながらの練習してたらね、で忘れてた。そうなんですよ、今日めっちゃ緊張した。難しいアレンジでした、めっちゃ。あわ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 してた。あわあわか、私汗汗はめっちゃ言ってたけど、あわあわは初めてかも。でも可愛いから使ってこう、あわあわ。じゃあ明日送ろうかな、ちょっと遅いけど、まあ1日も2日も誤差だと思いたい。自己紹介したいと思います。ちょっと遅いけど。あわあわ。メロディーラインなんてないですもんね。そう、めっちゃアレンジがすごくてね、なんかもう 2A とかね、2番の ML とかもうね、なんか海賊が来るんじゃないかみたいな、あの音楽だった。トゥンタッター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 みたいな、じゃじゃんじゃじゃんみたいな、全然伝わんないんですけど、トゥンタッター生まれた、トゥンタッタートゥンタッター、大地がどこであろう、トゥンタッタートゥンタッターみたいな。なんかこれオーケストラ聴きながらやってたらダメだなと思って、もう自分のペースでやってました。なんか向こうが合わせてくださるから、歌っていいよって言われて好きに、なんかこっちが合わそうとしたらもうあの難しすぎて、ダダンダダンみたいな、もうすごくて難しかったです。頑張りました。でもなかなかない経験だったから楽しかったな。名前そっていいですよね。
楽しいって思いました。指揮者からの指示はないの。なんか指揮者はね、私たちのバックにオーケストラの方々がいてね、そこに指揮者の方もいたからね、私たちはね何も見ずに歌ったんですよ。お客さんを見ながら歌ってました。贅沢だったね。贅沢だった。指揮者の人ってすごいよね。なんかよくわかんないけどすごい。なんか何をやってる人なんだろうって思うじゃん。でも大切なんだよね指揮者って。いや昔ね名前忘れちゃった。昔ねなんか吹奏楽の漫画がジャンプで連載してて、それが指揮者が主人公の漫画だったんだけど、めっちゃ面白かったんだけど、なんだっけな、ソウルキャッチャーズだったかな、キャッチーズだったかな、忘れちゃったんだけど、それを見て指揮者ってすげーって思った記憶があります。すごいって。ソウルキャッチーズかな、キャッチャーズかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、そうあってね、昔ね、もう終わっちゃったんですけど、おすすめです。あれ見て高校生か中学生ぐらいの時、指揮者になりたかったんですよね。で中学校のあの文化発表会で指揮者になったんですけど、これにはまたいろんなね逸話があるんですけど、まあちょっと それはまたおいおい、まあね、一回どっか話したことあると思うんですけど、実はね私も指揮者経験があって、それにはいろんな逸話があるんですよ、中学2年生か3年生の時の私の。まあそれはねちょっと話すのがくなるのでまた次回楽しみに。またの機会に。壇上を読みたいと思います。あ、壇上ライブランキングのとこ読んだらいけるね。あ、重いよ。13位マサさん、12位ドーさん、11位パパパンダさん、あー重い、やばい。10位タオさん、9位カズノリさん、8位ゼリーさん、7位トニさん、6位ペルさん、5位イチシタさん、4位がホークさんでした。13位1回目で皆さんありがとうございます。そして3位がバンボシさん、2位がカバチャさん、1位がトートーさんでした。3位から1枚の皆さんありがとうございました。めっちゃ重い、カクカク、なんかスクロールができない。とうとうさん、熊田はありがとうございました。いや今日私のショールームバリバリ重いですね。なんでじゃろう、わからないけど悲しい。ちょっと明日環境がいいことを願っております。Wi-Fi 使ってないからかな。私無制限だから Wi-Fi あるけど使ってないんですよ。つけてみようかな今度。ありがとうございました。あ、コメント止まっちゃった。いやもうダメだ。私多分流れてるんだろうけど、私は止まりました。さよ。